酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、これ発泡酒ですね。北海道麦酒醸造の、ベリーチャル、チャウ、チェリー&ベリー、ですね。チェリー&ベリー。北海道、陽一産のベリーとサクランボを使用。アルコール度数が 5% の、これ確か、コンビニの、あそこで売ってたな。ローソン。発泡酒括弧、麦芽比率 25% 未満で果汁が 50%。はあ、果汁 50% も入ってんの、これ。すげえな。原材料が麦芽と果汁、カッコ、ブルーベリーとラズベリーとチェリーとイチゴ。そして糖類とホップとスピリッツと香料。内容量が 300ml。これで値段がね、250円ぐらいしたっけ？高かったな。確か高かった。確か高かった。なんか珍しい。発泡酒。フルーツ発泡酒。フルーツ発泡酒って珍しい。なんかローソンってなんかね、珍しいの売ってますよね。それは乾杯。うん、ベリー。でも甘いっていう。言うほど甘くないですね。ちょっと酸っぱい感じか。うん、ベリー。うん。そんなに甘くない。チューハイみたいな甘さより、ちょっとあれかな。なんか、ビール、なんだ。やっぱちょっとビールでやっぱり薄まってるから多分そこまで甘くない。しかもこれ、結局、果汁 100% のやつを半分ぐらい多分それビールで割ってるんだろうね。だからすごい自然な甘さ。北海道麦酒醸造。北海道の小樽市。の会社ですね。案外これ、この会社いろいろ作ってんだよな。ただ値段が高いけど。
でも言うてそこまでこのビールの味がしないですね。やっぱりベリーの味に押されてほとんどしない。ほとんどしないです。あ、あったあった。4月の28日から限定のローソン限定フルーツブルーイング新発売。これのね、レモン味のやつもあるんですよ。まあ、買ってきたんですけど。全国のローソンで売ってる。そうです。チェリー&ベリーは、北海道余市市の、余市市産、違う、余市産のベリーやサクランボの果汁をたっぷり 50% も使用し、まるで、収穫したての果実を口いっぱいに頬張るような今までにない贅沢な味わい。まあまあね。フルーツブルーイン。まあ、試しに買ってみたけど、微妙だな。言うて、ほとんどチューハイ、そこまでビールの味が強くない。強くないので、なんかあれだ。ほとんどチューハイレベルですね。甘さが抑えられたチューハイみたいな。まあ、とうとうね、お盆も終わり。めちゃくちゃなんか雨降りましたけどね。お盆あたりに。すっげえバカ雨降ったな。4343です。ご視聴ありがとうございました。